ねえお父さん。ん？明日会う美津子さんの子供ってどんな子？ああ、とても可愛い男の子だな。元気でいい子だぞ。今小学2年生だから8歳だな。美津子さんに似てる？ああ、目元がよく似ている。美津子さんの目、垂れ目で優しい感じだから。お姉ちゃん、やっぱ最高！いや待って。ん？でも小児なんて生意気かも。姉ちゃんのバーカ。あー、それでも可愛い。たまらん。みなと、少し落ち着きなさい。ねえ、新しい私の弟なんて名前？幸四郎くんだ。うろうろ。幸四郎、バタバタ。いい加減もう寝なさい。うろうろ、明日が楽しみすぎて俺寝れねー。それでも布団に入っちゃいなさい。ななこちゃん、新しくできるお姉ちゃん、どんなお姉ちゃん、かわいい？みなとちゃん、高校1年生だから16歳かな。かわいいよ、しっかりしててすごくいい子。ほんとか？こうちゃん。あれ、思ってた感じと違う。なんていうか、すごいアホそうな子だな。っていうか、目元が似てるな。目元似てなくない？全然違うじゃん。目、目元、え、目元ってどこ？目の下あたり、皮膚じゃん。みなとちゃん、この子昨日すっごい楽しみにしてて全然寝つけなかったのよ。ほんとかい？みなともだよ。なあみなと。え、あ、うん。こんにちは。私、宇佐美みなとです。俺、佐久間小四郎。よろしく。あ、緊張してるのかな。っていうか私、勝手に想像して、失望して、考えてみたらすっごい最悪。よく見たら愛嬌ある顔してるし、可愛いかも。仲良くしなきゃ。ジー。ん？ファー。え？あれ？なんか私がっかりされてる？あ！こいつももっと違う理想のお姉ちゃんを期待してた？くっそー、自分も同じだが妙に悔しい。お待たせしました。さあ、食べよう。いただきます。いただきます。おいしそう。いただきます。ピラ。あ？何してるの？毒が入ってるかもしれねえから。毒？大丈夫だよ、幸四郎のはわさび抜きだから。なんだ、わさびか。ははは、幸四郎くんはどのお寿司が一番好きだい？うん、俺はイクラが好きなんだ。その理由はうまいから。プチプチがうまいんだよな。他の寿司ではこうはならねえ。あ、真っ先に好きなもん食べるタイプなんだ。そりゃそうだろう。私は好きなものは最後に取っておくタイプだな。最後に美味しいものがあった方が他のも美味しく食べれる気がするから。私もそっち。僕もだな。私は貝が好きなの。僕はマグロだな。そうだ、幸四郎くん、僕のイクラをあげよう。私のもあげる。え、いいのか？あ、あり
よかったね、こうしろ。よかった、よかった。お姉ちゃん、お礼にこれやる。ウニ、いいの？いいんだ。ありがとう。私、ウニが一番好きなんだ。俺は好きじゃねえ、うんこみてえだから。ひょー、バタリ。こうしろ。お母さん、新しく弟ができました。名前はこうしろ。果たして私はこいつとうまくやっていけるのでしょうか。